内田雄馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田雄馬です。内田雄馬ハートヒートホップ54回目でございます。というわけで、入学式とか始業式、皆さんもうね終わられましたでしょうか。新生活始まってますか、いかがですか。はい、そっか、新生活始まって最初の週末って感じなのかな、きっとね。どうなんだろう、みんなさ、やっぱ始業式の日にさ、今のこう学生の子たちはさ、もう友達とかできたりするのかな。まあ、なんか話さ聞くこともさあるわけ、やっぱその世代 の現場にさ若い子とかいらっしゃると。でもうそういう子たちって大体なんかあの周りの子たちはもう SNS とかであの同じ学校の子、いたりとかしてみたいな、そんな話で、ね、先にインスタでねご連絡取ってとかあるから、そういうのをみんなもうやって友達が出来上がった状態で始まってんのかな。いや怖いよ、いやもう絶対怖い。でも自分、俺思うんだけど、自分がじゃあ10年あの遅く生まれてたとして SNS やってたんかなって。僕は10年前その SNS 流行り、それこそミクシーとかなんかああいうのが流行り始めた時もう怖すぎて、いやいやもう僕やりたくない。もう小学生の頃からネット怖いっていう、まあ、ネット触れてたから、あのネットゲーやってたからね。だからネットでなんか変なこと言ったら怖いなとか思ってやってなかったから、なんか10年後の今10代だとしてやってたんかなみたいな。どうやって連絡取るんだって。え、 DM で、え、君何々高校なん、俺も仲良くしない、いやできるむずくない、そんなん。いやちょっとそれはすごい文化だよな。まあでもそもそもまあ顔合わせなくてもっていうのがまあ普通になってきてるっていうことなのね。まあでもなんかつながりやすくなったっていうのはつなぎやすくていいけどね。いいけど、なんかそれをこう引っ張ってくれる友達と現実でまず出会いたいです。俺やってるから一緒にそうやろうよって言ってくれる友達いたらやれるな。そういう友達募集もういらない。さあ、というわけでそろそろ始めていきましょう。今夜も30分ハードヒートホップ、内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田雄馬ハートヒートホップ。改めまして、内田雄馬です。さあ、ここで皆様にお知らせです。もう皆様にはお伝えさせていただいているんですけども、ダイスさんのツーマンライブツアーに私参加させていただくことが決定しました。日時は5月22日日曜日、愛知公演となります。日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて、開催されるということで、チケットはビサイドユーで先行が始まっております。現在受付中です。4月の11日月曜日23時59分までの受付となっておりますので、皆様お忘れなく。ダイスさんね、あのオリエントでもね最近はあのオープニングをあの歌ってらっしゃってですね、それとなんとなく現場でもこうつながりがあったりだとか、あの工藤大輝くんとは、別の現場であのお会いしたりだとかしてですね、結構親交を深めているところでございまして、ダイスさんとこうライブをできる、パフォーマンスできるなんて、なんと嬉しいことかという、光栄なことかということで、すごく楽しみにしております。ぜひとも皆様遊びに来てください。よろしくお願いします。さあ、というわけでここから近況トークのお時間なんですけども、もう4月版が始まってんのかな、続々もう、まあこの1週間の間でもうすでに退場してしまった役もありますけどまあでもね、こっから始まってワクワクしていくところだと思いますんでね、皆さん見てほしいななんて思うんですけど、まあ僕の今回収録日的にももう AJ が終わって、だいぶゆっくりしているところでございますんでね、そちらのメールご紹介してまいりましょう。
ももさんからいただいております。ありがとうございます。ようくんスタッフさんこんばんは。先日アニメジャパン2022が開催されましたね。久しぶりの有観客ということで、当日ステージの合間にブースを回っては少しずつ戻ってきた日常に感慨深くなりました。まもなく放送が始まるリケコイステージの3連ご飯写真に笑い、最新の展開を思うとかなでちゃんかなでちゃんとなるオープニングや、音ハメが最高なエンディングを大画面で拝見し、またやってるよという気分で、研究室の日常を見られる日がいよいよだなと最後にワクワクした気分で1日を終えました。22年の新情報もいろいろありましたが、まずは4月クールの作品を楽しみにしておりますといただいております。ありがとうございます。さあというわけで続いて、ジュリアさんからいただいております。ありがとう。ゆうむくんスタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日のアニメジャパン2022、4ステージ参加お疲れ様でした。私は初めて現地で参加させていただいたのですが、ゆうまくんがステージ参加された作品がどれも今後の展開が楽しみなものばかりでしたので、アニメの放送や CD の発売がますます楽しみになりました。特にプレリューダーズは事前情報がほぼなかったので、どんな作品なのだろうと思っていたのですが、発表を聞いてとてもワクワクする作品だなと感じました。何よりステージに立つゆうまくんをいつものライブやイベントよりも近い距離で見ることができてとてもドキドキしました。4ステージごとに全て衣装を変えられていましたね。インスタグラムにも自撮りを載せてくださってありがとうございます。とてもほっこりしました。共演者の方と裏話や舞台裏のエピソードなどあれば教えてください。お忙しいとは思いますが、お体気をつけてお仕事頑張ってください。応援しています。 PS 先日の焼き打ちでもう一度ブリーチするとおっしゃっていましたが、染められましたよね。ステージのお姿拝見してもしやと思いました。白っぽい金髪になられていてとてもお似合いでしたといただいています。ありがとうございます。さらにスターブライトバーンさんからいただいております。ユーモさんこんばんは。呪術廻戦アニメジャパンスペシャルステージを見ました。冒頭からインテンションの2人がタッグを組んでボケてくるのに対し全力で切り返す1年生組が印象に残るステージでした。ゼロの話では4人で映画を見に行った時、中村さんがご馳走してくれたお肉屋さんで頼みすぎてバーガーを包ませようとする失礼をやらかしたと暴露されていましたよね。ちなみにユーモさんも1億円くれないのと思ったことありましたか。バイバイありがとう、というわけで、アニメジャパン、のステージが、2022年のねアニメジャパンも参加させていただきまして、今回は4ステージ、時系列でいくとオリエントのステージ、呪術廻戦、プレリューダーズ、リケコイという、はい、僕は3月26日の、土曜日1日にねステージが、固まっていたんですけども、まあアニメジャパンみたいな大型のこうイベントに参加させていただくというのはかなり久々で、でまあもうブースも出てたし、やっぱお客様も入られてるっていうことで、なんか懐かしい、本当に僕自身もめっちゃ懐かしい気持ちになって、なんかやっぱこう和気あいあいというか、まああのこうみんなが集まってなんかこうやってるなっていう雰囲気はすごく久々だったから超楽しかったですね。まあ後ろの動線とかはやっぱり今まで以上にその感染対策とかもあって、まあ空間広く取ったりとかもしてたので、なかなか他の現場のこうキャストの方にお会いするという機会はそんななかったんですけど、まあただまあ4ステージもあるとですね、こういろんな人と出会うもので、まあオリエントは最近、まあ、取材とかも収録もね、2期の収録が始まってますんで、結構ねみんなで会ってたんで、割といろんな話をしつつ、まあ、ただこう朝、結構朝早いね集合だったんで、みんなでこう眠い目をこすりながら準備をして、で呪術廻戦のステージの方では呪術メンバー自体はいろんなところで会うんですけど、呪術廻戦で集まるの結構久々で、っていうかなんならな桜井さんと呪術廻戦で会うの初めて、収録すれ違いはしてたと思うんですけど一緒に撮ってないので、あ、本物だって思いました桜井さんが桜井さんが呪術廻戦の話をしてるっていう新鮮な気持ちで、まあ結構久々にあの感じで集まったのですごい楽しかったですね。でプレリューダーズの方は、まあ、そのまま純也くんと一緒に移動しまして、ホリエルと司会が広瀬優也くんがやってくださってて、うん、ポニッキャンのブースの司会がられてたのかな、うん、広瀬くんもね結構いろんなところで会いますけど、まあ、なんか今度はなんか近い感じのねメンバー、年間も近い感じのメンバーだったんで、
新しいコンテンツプレリューダーズの話もできて結構楽しかったですね。でブースのステージだとやっぱお客さんの距離近いんで、なんかあこの感じめっちゃ久々だなっていうのねすごい思いました。まあ、ただ喋ってる最中にもう体感の時間が、まあ、大体17時ぐらいでなってるんで、その時間になるとホタルの光流れるんですよね。で、まあ、ホタルの光流れるのはいいんですけど、ポニキャブースの真上がスピーカーで、全体スピーカーの真下で、まあ皆さんてーんてーんてーん、いや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 、今イベント始まったところなのにもう帰れ言われてるやんみたいななんやねんってみんなで言いながら、ホタルの光と戦いながらイベントを行うっていうね、楽しいステージでした。で最後その日最後のステージですね、グリーンステージラストのリケコイのステージでやらせていただいたんですけど、結構久々にリケコイはもう収録自体は結構前に終わってまして、なのでかなり久々にソラさんと朝倉さんとお会いしましたけど、ですごいまあ改めてオープニングとかエンディングとかも完成したのも見れましたし、でがっつりトークするのって、まあ、ソラさんはあるんですけど、朝倉さんと MC やっていただいてたんで、なんかトークするのって初めてだったんで、大丈夫か俺これなんかトライセールの俺、ね、トライセールの一角になってしまったって思いながらトライセール俺がトライセールだでも思いながら、ちょうどしかも立ち位置的にこう挟まれてたんで、で司会ね、朝倉さんが司会やられてて、でソラさんがこっちいて、そうオセロになっちゃってて、じゃあトライセールに挟まれたから俺がトライセールだっていう風にね、なんかなってトークしたんですけど、なんかオキシトシンっていうのが分泌するっていうのが、まあ、たくさん作中にあるんですけど、まあ、ちょっとこう快感物質みたいなもので幸せを感じるとオキシトシンが分泌されてめちゃめちゃ幸せパワーが溢れますよみたいな、でそれを感じる瞬間なんかありますかって言ってテーマをもらって、で先に写真を撮ってたんですね、おのおので、まあ、みんなが幸せを感じる瞬間何かなっつって、まあ、まず朝倉さん開けて、朝倉さんはネギダクのうどんが好きですと、ああ美味しいよねってネギね、もうそれもすごいいいよっつって、じゃあソラさんの写真あげますっつって、そしたらニンニクのアヒージョが好きですっつって、おおおしゃれやな、でも二人とも食べ物じゃんっつって、いやそんな食べてばっかりでっつって、じゃあ内田の開けますっつって、自作のステーキ3人ともご飯やんつって、3人とも飯やないかいっつって3年、あこれはもうもしかしたらチームかもしれない、やっぱりトライセールなのかもしれないいやいやいやダメダメダメ違う、あダメだ、入れない入れないトリニティにも入れてもらえないな、トライセール、トライセールですじゃないですっていうところでね、はい、そんなわけで、まあ意外に久々に喋ってリケコイのねステージはすごく楽しかったですけども、まあそんなわけで4ステージ結構発表させていただく、オリエントもね2期やりますとかも発表もありましたし、リケコイは2期始まりますとかですし、やっぱなんかいろいろこうアニメジャパン入ると動き出すんだなっていうのを皆さんにお届けできて非常に嬉しい、時間だななんて思います。ぜひ皆様アニメ4月版もちろんですけども、今年1年のね2022年のアニメもたくさん楽しんでいただけると嬉しいです。さあじゃあ続きましてはこちら、冬さんからいただきました。内田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日 TikTok にて公開されたスピンオンルーレットエクササイズ拝見いたしました。見終わった感想は高熱が出た時に見る夢です内田さんが3人しかも真顔を加えてあのシュールな動き、面白すぎて1週間の疲れが吹っ飛びました。表情も込みで友人と一緒に完コピしますね。これからも TikTok の更新を楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。 TikTok のスピンオンルーレット見ていただけましたか？なんでああなったんでしょうなんでああなったんでしょう、僕も分かりません。僕はTikTok で公開された時にスピンやルーレットエクササイズやろうって書いてあって、あエクササイズになったんやって思いましたいやこれ少しトリオのねエフェクトが流行ってるから、なんかトリオで面白いことしたいなって言って、でやっぱなんかさ3人ってことはさ、やっぱこう僕はやっぱ団体芸だと思ったわけ、3人で攻め立てたいなと思ったわけで、やっぱり
同じ動きをするシンプルな男が3人いたら面白いなと思って。怖いよ。え、怖い？え、怖いかな怖いかな。すごいこれがなんかこう個人的な僕がやりたくて絶対これだよって言ってやったはいいものの、これなんなんて撮った時チームがなってたから、どうやって出すんだろうなと思ったらエクササイズというところで、エクササイズですなので皆さんこれでも腕効くと思いますよ実際。あの腕引き締まるはずなんで、頑張って腕くるくるしてください。で、腰を多めに動かせば腰も痩せます。ぜひやってくださいできれば、TikTok に上げてください。これエフェクトかけて上げてください。皆さんよろしくお願いします。あのこのエクササイズをぜひ流行らせてください。やってる人いない？なんだってなんだってみんな上げてよ圧をかける、内田雄馬でございますけども、まあ、これからも更新やっていくんで、ぜひ皆さん楽しみにしてください。さあというわけで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先は yuma@joqr.net です。それではここで一曲お聴きいただきましょう。内田雄馬でスターダスト。気づかない光でもこの世界を照らすように輝け。ここは別世界、切ない空気と激しい情熱、その扉をくぐれないまま僕はもう何回も夢を見たんだ。Oh, 誰もが振り向く光でも進む道を間違えたら何もないさ。内田雄馬ハートヒートアップ。雄馬ハート内田雄馬がさらにホップステップジャンプと駆け上がっていくために、こんな特技があった方がいい、これができたらホップするといった提案をリスナーの皆さんからもらってスタジオで試していくコーナーです。というわけでリスナーさんからメール届いてますので紹介していきましょう。ラジオネーム限界オタク OL さんからいただいています。ありがとう。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。ゆうまくんにチャレンジしてほしいことはあいうえお作文で自身のアピールポイントを紹介するです。内田雄馬の頭文字でゆうまくんのアピールポイントを紹介する文を作ってみてほしいです。歌番組などで披露すれば印象に残ること間違いなしだと思います。ぜひ試してみてください。ということで今回はこちらでホップしていきたいと思います。あいうえお作文自己紹介。はい、今回は新学期シーズンということであいうえお作文で自己紹介してみたいと思います。もう僕がめちゃめちゃ苦手なタイプのこう企画ドリブ苦手だからね。内田雄馬以外にもお題が用意していただいているようなんでね、どんどんやっていきましょう。というわけで早速あいうえお作文自己紹介スタート。ダダン、
まずはお題、内田優馬でございます。内田優馬のうるさいくらいに、ち力強くて、だだんだん、ゆだんだん、いうまでもなく、ううるさいくらいに、ま、うるさい2回で、ま、真面目なやつあ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。さあ続いてこちら、焼き打ち、やばいぜ君のう内側にち力を届けます内側に力を届けます待って待って、多いの、内が多いのよ、なんか内がなんかうるが多いのよ。ちょっと続いてこちら、頑張る馬、がガンガン、んんんバリバリ、るルルルうららかな、うららか、ま、真面目なやつですよし真面目なやつです、絶対真面目なやつですよしよしよし、いいぞいいぞ。は、あ、はひほ、は、はじめから、ひんがいい、ほ、歯磨き、品がいい、ほ、本当ですよし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 、続いて、いちぼ、いくらなんでもちちはちち、いくらなんでも、え、超、あ、いくらなんでも超ぼ超すごい、すごい強いぼぼろぼろ、いくらなんでも超すごい、何が出てくるのかなってちょっと母性、母性、素晴らしい、じゃあ母性で母性、わー危ないわ危ないわ、なんでなんだろうな、語彙力がない、なんかちょっと全部なんかちょっとなんだろうな、なんか血がほぼダメだった、血が、血が、なんで血は、いやいやいや、やっぱり血チーム出てくるないというわけでこんな感じで、まずはこの特技を判定にしていいかどうかお願いします。いや日本語めちゃめちゃだなんかこのコーナーいつも判定忘れる気がするんだよな判定なんで特技にしちゃいけないの結構まとまってたと思うけどな、あ、全然全然じゃん。さあというわけでこんな感じで僕に挑戦してほしいホップスの特技のアイデアをお待ちしております。以上、ゆうまホップのコーナーでした。内田優馬ハートヒートハップ、してきました内田優馬ハートヒートホップ、今夜もそろそろ火を消すお時間になってしまいました。番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送内田優馬ハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net、 yuma@joqr.net、 yuma の綴りは yuma です。そしてこの番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。
また、放送後の月曜18時に内田雄馬オフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらに、この番組、番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、ぜひフォローしてください。最後に、内田雄馬からのお知らせです。内田雄馬ナインスシングルグッドムードと、雄馬内田ライブ2021イコールサインブルーレイ &DVD が現在発売中です。そして4月から出演している作品情報です。理系が恋に落ちたので証明してみた雪村慎也役、ヒロインたるもの嫌われヒロインと内緒のお仕事リオ役、ちいかわラッコ役、ボルトナルトネクストジェネレーションズ川木役、デリシャスパーティープリキュア品田匠役などなどで出演しております。ぜひチェックをよろしくお願いいたします。さあ、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。いやー、入学式か、入学式シーズンってことは、多分週明けは部活とか選ぶと思うんだ。体験入部行きな、いっぱい行きな。大学生の方はね、サークルとかで体験とかあんのか知らないんだけど、大学行ってなかったからさ。でもね、いっぱい経験してね、あ、これいいなって思ったところでね、やれるからいっぱい体験しときな。おすすめは音楽、一生の趣味になるしね。うん、まあ、みんな健やかな新生活を、お送りくださいませ。来週もまた会おうぜ。というわけで、今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田雄馬でした。次回もハートヒートホープ。内田雄馬ハートヒートホープ。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。強く